女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス最終日、26日、兵庫、関西 GC イコール6545ヤード、パー72、1打差2位から出た岩井明恵。明恵、21、イコール本イコールが7バーディー、3ボギーの68で回り、通算15アンダーで3打差をつけて逆転。昨年9月以来の今季初、通算4勝目で双子の妹、 ちさと、ちさと、との合計勝利数を、10、とした。ツアーでは福島秋子、広子姉妹に次ぐ2組目の姉妹2桁優勝に到達。2年連続出場となる海外メジャー、全米女子オープン、30日開幕、ペンシルベニア州、に向けて、世界で活躍できるように頑張りたい、と飛躍を誓った。勝負の後半に底力を示した。 岩井明は後半に4バーディーを重ねた。12番でトップの金沢品な、28を逆転。自分のプレーに集中した。終わってみれば3差の解消に、今年まず1勝したかった。嬉しいのと、ほっとした気持ちがある、と安堵の笑み。21年6月に姉妹揃ってプロ入りし、22年8月に妹、千里が一気に2連勝。 自身は昨年4月の初部位から4勝目を手にし、2人で10勝もしてるんだ、とこの日、目を丸くした。今季2勝の妹に対し、焦りも少しあった、と言い,い、自分も頑張らなきゃ、と奮起し、12戦目で今季初部位を手にした。2月中旬のアージア転戦カラー期収なし、2週前に疲労から体調を崩し、2日間クラブも握らず、朝、昼、 ワンと寝ていた、という。前週5位と調子を上げ、今週は気持ちよく触れている、と平均飛距離260、75ヤードは2位、パーオン率は約85%で1位と完全復活した。初の4日間大会部位で自信をつけた。予選落ちした昨年の雪辱をキス次週の全米女子オープンへ、チャレンジャーとして行きたい。地里と2人で盛り上げて、 世界で活躍できるように、と意気込んだ。米国行きの荷作りはすでに完了。即席の味噌汁も携え、思う存分力を発揮する。岩原正幸。